ケン・アンドリュースはアメリカ合衆国のミュージシャン、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア。1967年、シアトルに生まれる。ロサンゼルスの映画学校に入学後の1990年に自身のバンド、フェイリュアを結成した。フェイリュアは3枚のアルバムを発表後、1997年に解散した。バンド活動中の1995年に、 サイドプロジェクトレプリカンツのメンバーとして1枚のアルバムをリリースした。フェイリュア解散後の1999年にスーパーグループザ・ワンダーガールズに加入。その後はソロプロジェクトオンを立ち上げ2000年にファーストアルバムシフチングスキンをリリースした。2002年のセカンドアルバムメイクビリーブリリース後にはロックバンドイヤー,ーオブザ・ラビットを結成し2003年に唯一のアルバム イヤーオブザラビットをリリース。2007年3月に自主レーベルダイナソーファイトレコードよりソロ名義アルバムシークレッツ・オブ・ザ・ロスト・サテライトをリリース。2013年本人曰くデジタルバンドであるデジタルノイズアカデミーを結成しアルバムシノミーをリリースした。翌2014年にフェイデュアを再結成させツアーを行った。 ミュージシャンとしての活動以外にも、音楽プロデューサーや、レコーディングエンジニアとしても活動し、自身の作品以外にも、ナインンチネイルズ、ジミー・イートワールド、ベック、テネーシャス・ディー、ロスト・プロフェクツ、メイ、ア・パーフェクト・サークル、パラモアなど、多数のアーティストの作品に参加している。2006年には、クリス・コーネルが歌う、映画7シリーズ、7カジノ・ロワイヤルの主題歌、 You know my name のプロダクションに参加した。アンドリュースはテレビ番組にてエンジニアであるスティーブ・アルビニと議論を行い、アナログ録音で全ての作業工程を終えるアルビニに対し、デジタル録音はより多くの音を容易に録音できるとの主張を行った。2005年にシンガーソングライターのシャーロット・マーティンと結婚。2008年に長男の老年2011年に 長女のステラが誕生し、二児の父となる。アンドリュースは、マーティンの作品のプロデュースに参加しており、マーティンはアンドリュースが結成したデジタルノイズアカデミーのメンバーでもあり、二人は講師に渡るパートナーである。ありがとうございます。